Timer started. トバン&西くんチャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。トバンです。西くんです。それでは4分間トレーニングやっていきましょう。今回は骨にしっかり刺激を与えていくトレーニングになります。それではトレーニングを始めていきたいと思います。はい、Timer started. 今回は記憶力、生殖力、免疫力全てがアップするトレーニングになってます。まずは右足からその場で片足ジャンプをしていきながら足の裏側にしっかり衝撃を上げる。衝撃を与える。衝撃を感じながら、まあ強くね、視野でいいわけじゃないですから、軽く深く曲げなくていいんで、はい、縄跳びみたいな感じです。そうですね。どうですか皆さん、ちゃんと衝撃与えてますか。さあ次は左足いきましょう。片足ジャンプでしっかりと、今回はちょっと音を立てながら、ちょっといきましょうか。音を立てながらやりましょう。これだけで本当にね、記憶力、免疫力、生殖力が上がるのか。果たしてこれが最後、エンディングでお話ししたいと思います。久しぶりにエンディングがある動画。そうですね。はい、トレーニングの意味をね、ちゃんと皆さんにお伝えしたいと思います。 OK。 次は両足ジャンプいきましょうか。両足でしっかりと地に足をつけてることをしっかり意識してジャンプしていきましょう。さあ顔は楽しく、楽しく、ちゃんとお話聞いてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで今回は、はい、記憶力、免疫力、生殖力を上げるトレーニングということで、はい、お伝えしたんですけれども、これはなぜか一体何なのかっていうのは、ね、ただのトレーニングやってるだけなのに、なんで記憶力とか生殖力とか免疫力が上がるのかっていうことなんですけど、
どう？これには理由があるんですよね、はいはい、そもそも人間の骨っていうのは毎回壊されて作られてっていうふうに破壊と再生を繰り返してるんですよ、はい、でこの破壊と再生っていうのが骨芽細胞、骨芽細胞と破骨細胞、破骨細胞、分かりやすい名前ですよね。この2つがバランスを取ってるんですよ。でこの2つっていうのは何でバランスを取ってるかっていうと、うん、現場監督みたいなのがいて、まあ、骨細胞、骨細胞、まあ、骨の細胞と書いて骨細胞っていう、骨細胞の親分がいるんですね。骨細胞がそのバランスを整えてるんです、メッセージを出して、うん、その骨細胞はじゃあ何を見てメッセージを出してるのかっていうと、骨に来る衝撃、なるほど、衝撃を感知することによって、あこれ作らないといけないのか、これ壊さないといけないなっていうのを考えてやってるんですよ。なるほどね。だからさっきの衝撃っていうのはちゃんと骨細胞に伝えてるんですね、はい、そうです、はい、で衝撃を与えることによってどうなると思いますか？骨壊れますよね。壊れちゃう、はい、うん、ということは骨芽細胞という骨を作る方を活性化させないといけないので、骨芽細胞が元気になるんですよ。なるほど。でその骨芽細胞から、骨芽細胞が元気になると、そこからまたメッセージ物質が体にふわっと、すごい修羅場が今来ましたね、はい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 、出されるんですよ、うん、でその一つにあるのがオステオカルシン、オステオカルシン、このオステオカルシンというメッセージ物質が、うん、生殖力を高めたり記憶力を上げるというふうに言われてます。オステオカルシンさんが、はいはい、でもう一つ別のメッセージ物質で、うん、オステオポンチン、オステオポンチンというメッセージ物質があります、うん、そちらは免疫力を高めるというふうに言われているので、まあ、どちらもね、やっぱり若さを保つために必要なものです。なるほど。このオステオ兄弟が、はい、ポンチンとカルシン兄弟がとっても重要なんです。なるほど。皆さん初めて聞いた物質名だと思うんですけれども、はい、とりあえず皆さん覚えていただきたいのは、まず衝撃を与えてあげる、はい、これがすごい大事になります。重力を感じながらトレーニング、だから本当現代人はずっと座って作業をしてるから、やっぱりね、そのバランスはものすごい崩れてると思うんですよ。移動に関してもね、最近は歩かなくなってきてる、うん、そうです。で、なるべくね、衝撃を与えない方がいいっていう風潮になってると思うんですよ。確かにね、なってますよね、うん、体を守る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 。でもね、やっぱり細胞を活性化させるためには、はい、そういう風に衝撃をしっかり与えてあげるっていうのが体を若く保つことに必要なんです。なるほど、はい、まあ、もちろん強い衝撃というよりかは今みたいなトレーニングのような、まあ、適度な衝撃を与えてあげるかなというふうに思っております、はい、まあ、もちろんこのトレーニングですね、膝が痛い方はですね、うん、そんなに無理はしないでください。そちらをまず守っていただきたいんですけれども、はい、できるだけ今日の、ね、内容や説明をぜひ覚えていただいて、はい、皆さんにシェアしてみてください、はい、ということで今回4分間トレーニングはこれで以上になります、はい。Facebook、Twitter、Instagram まだ登録されない方はこの曲よろしくお願いします。チャンネル登録もこちらよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。